本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、さあ、どうも皆さんこんにちは、監督ラブの監督です。ある日電話がかかってきた。はい、あー、うんうんうん、あー OK、 スイッチね、 OK、 スイッチか、スイッチか。いやでもちょっとな、固まるんだよな。まあでも楽しいから持ってっか。その悩み解決します。こちら、こちらでございます。表裏面では開けていきます。トリセツ、3つの言語に対応。一番下が日本語、 Type-C の USB、 長さ約1メートル、本体でございます。差し込み口、重さ 83g、 横約 6cm、 高さ約 5cm、 奥行き約 6cm。 任天堂スイッチを大きい画面で遊びたいけど、純正ドックが大きくて持ち運びしづらいですよね。今日はそんな方におすすめな 3in スイッチアダプターを紹介します。本体、スイッチと相性がいいカラーリング、白と黒がいいですね。付属品はトリセツ、タイプ C ケーブル、本体、ドック、この3つです。こちらの目次に沿って見ていきたいと思います。はい、ではまず1つで2つの機能、こちら本体、スイッチ、パワードック、3つの接続端子が付いております。 Type-C、USB 2.0、HDMI、 この3つが全て搭載されたアダプターでございます。つまりスイッチドックの機能とスイッチ AC アダプターの充電機能を兼ねた商品となっております。これがこうなります。こちらをコンセントにつなぐと、充電しながら画面を自由自在に切り替えてゲームを楽しむことができます。3つの接続先、こちら本体3つのポートが付いております。1つ目、 USB Type-C、 こちら一番上 PD36W、 急速充電に対応、最大ワット数は 31W。 スイッチの充電だけではなく、パソコン、スマホ、タブレットなど Type-C に対応している様々なデバイスがこちらで充電可能です。 HDMI、 本体真ん中です。こちらは最大 4K60Hz に対応、テレビモードでは大画面で遅延なし、 4K 高解像度出力で手軽に映画やゲームを楽しむことができます。 USB 2.0、 こちらこの一番下のポートを接続してデバイスを充電、パワーアップすることができます。コントローラー、ポータブルハードディスク、 USB メモリー、マウス、キーボード、プリンターなどの接続にも対応しております。コンパクト、軽量、こちらポケットサイズです。ポケットに入ります。従来のスイッチドックに備わっている機能をそのままにコンパクトにできます。サイズが約3分の1、持ち運びがとても簡単になりました。コンセントに差し込むプラグは使わないときは本体に収納、AC100 から 240V、 安全安心品質保証。こちら本体裏 PSE 認証済み、保護機能が搭載されております。家電流保護、加熱保護、家電圧保護、自動制御装置が付いております。なので長時間安心してゲームを楽しむことができます。いかがだったでしょうか。改めておすすめポイント、外出先にスイッチを持ってきたいけど手荷物を少しでも軽くしたい方、こちら持っていくだけでかさばる必要なくすぐ使うことができます。また本体充電器としても端子が備わっていますので、一つ持っていくだけでも充電器としても兼用できる点、スイッチ 3-in-1 多機能アダプター、興味がある方はぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。スイッチの相棒だ、使わせていただきます。その小さな名前、その HDMI HD